こんにちは、直樹です。今日もね、ロードモバイルやっていこうと思います。で、えー、と真ん中を見ていただければわかるんだけども、私のラボンバって書いてるのが私の,あのアカウントなんだけども、激、えー、破数330万超えました。で、ね、他の方あの上とか、ね、下とかかなりの数、ちょうど私の下の方,、ね、方はすごい。 えー、撃破数があるんだけどもでこの300万って別に私今までの動画見ていただいてお分かりの通り最初私城を作ろうかなって城防御を強くしようかなと思ってた時に確かに、ね、撃破数その時って2800だったんだよねでそこからなんだかんだ言っても今300万でよくそのギルドによってはその入るためにはねあの100万以上の撃破数が必要だとか150万の撃破数必要だとかそういうなギルドも 中にはあるみたいだけども一切あの自分からは攻撃ほぼしてないんだだよねだからこの330万はっきり言ってしまえば、えっと、勝手に攻めてきて勝手にやられた数が、えー、330万というお話です。で今日ね何をお話ししたいかっていうとねちょうどねあの私放置してた時にねあのー、なんか知らない間に失敗成功,成功成功成功みたいな感じになってるんだけども。 えーとね、1つね、失敗でね、いいお話っていう感がね、あるんだよね。まあ、とりあえず、ちょっと成功を1つ見ようか。はい、で、これがね、えー、とー、18万か。結構大きいよね。パワーも450万、相手方は失ってて、こっちは損失8000しかないよね。で、えー、まあ、召喚獣見てみましょう、まず最初に。はい、 でえー、ちょっと気をつけてみてもらいたいのは、相手、工場兵器を使ってるんだよね、であのーまあ、バランスのいいあの兵隊の何編成みたいな感じなんだけども、これはもうあの先ほど見ていただいたおり、私の方が防御を成功してしまうんだよね、えー、T2 とかでも、あの工場兵器、うまくやれば落ちるんだよね、前お話ししたけれども。 ただ、えっと、ロイヤルライダーが、えー、全滅しました、全滅しましたってなってるけども、編成がいくらヒーローがいて、それで編成があのバランスよくやってたとしても、もう負けるときは負けちゃうんだね、とりあえず1回、はい、これで、えー、撃退しましたということで、勝利っていう、これ、大きいよね、18万ね、こっち1万以下なんだけどさ、で、えー、っと、戦闘の詳細を見ると、 T3 の,、ね、のフレームランチャー、ただこれ1万5千じゃやっぱり落ちないね、失敗の方をちょっと見てもらいたいんだよね。で、私、あのいつもねあの、上昇だよっていうわけではなくて、負けは負けとしてね、あのそれはすごい参考になるのであの、ちゃんと見てるわけなんだよね。私は現状、こういうあの,後ろの状態なの、今。で、わざと、えっと、皆さんにお見せするために、あの 今ねわざとアテナバリアっていうか張ってたんだけども罠の配置ちょっと見てみようねで罠の配置を見てみるとこれゼロになってるんだよなのでどういうことかっていうともうあの弓をね攻めてきた時にそのライダー系とか歩兵に対しては、えー、とまだ罠が残ってるんだけどもこのスカイクレーバー要するに弓兵に関してはあのー もう罠が用意してなかったん、ね、で私もあのいつも話してるように動画撮る以外はもう10分以内で大体終わらせてしまうのでこのゲームってなのでもう、あのー、連続したね攻撃にずっと耐えてきてたのでもう罠が本当に少なかったっていう状態なんで、ねまあ、ちょっとこれ直しましょうかこれはもうすぐあの補修ってあの修復っていうかできるんでねということはこのスカイクレーバーつまりはあやべ まあいいやあのスカイクレーンは、もうここは私のお城は今現状、簡単に落ちやすいってことだよね、でどういうことかっていうと,で、えー、と、お金もね、結構貯めてたんでね、ちょっと幅を超えてしまったから持ってかれたんだけども、今度、兵士数25万だよね、で、えー、こちらの総損失が1万4179、相手ゼロなんだけども、なぜ、えー、とあっ、やべえ。 なぜそうなったかっていうとちょっとこれ見てもらうと分かるんだけどもはいでレジェンドカナ要するに弓だけで25万で来てるんだよね弓の罠がないからもうあの弓だけで来れば減ることはないからだからちょっと待ってね、はい、だから相手方の損失は0で、えー、とこっちの損失は1万4000ただこれを何で連続してやってこなかったかっていうとあの時間的な問題なんだろうねもう 他のところ攻めた方がね多分容量良かったんだろうねだからちょっとこれ見てもらうと分かんないけどもここで召喚使ってで、ね、あの歩兵とかのライダーがいなくてただ弓兵のみなのでまあもうあとは攻撃するただちょっと時間はかかるよねで2回目次の攻撃したところでもう城の体力がなくなるので次攻撃してしまえばもうゼロゼロなんだよなのではいこれで終わりかな お互い意識100でいきなり一気にゼロになってここで終了みたいな感じになってでただあまり効率は良くないよね、うん、だから最初にこの人ってもう何十万ってあの私に稼がれてしまってるんで、うん、なので逆にあの。 稼ぎにそうかなと思ったら、まあ、1万それでもね私からしてみれば、ね、1万4000って結構大きな数でこれ、罠をね放置してたっていうかね全然あのログインしてなかった私のミスって言えばミスなんだけども逆にこういう状態で皆さんが見てる方としては攻める側だった場合はその罠が、えー、と少ないとかなくなっている部分に対して攻撃をする。 その方がね、あの明らかにね、戦力っていうかは、は自分の戦力は減らないで、城っていうかはどん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 削れるので、その弱いウィークの部分にね、あの攻撃するっていうのが、一番攻撃側としてはやりやすいんではないかなと思います。お話しさせていただいたのは、この罠の配置だよね。で、罠がいくらそのね、バーニングスパイクがいっぱいあっても、バーニングログがいっぱいあっても、スカイクレーバーがクレーパーかがゼロであれば、 他の,あのライダーとか歩兵を用意しないでもう弓矢だけであの攻撃するそうすると攻めてきた自分としては攻めた自分としては損害がないっていうことだよね、まあ、逆にそのバーニングスパイクがゼロでスカイクレーパーが、まあ、あの3万なん、ね、何万とかってあったとしようかでバーニングログも今の通り2万8千くらいあったとしようか。 で、バーニングスパイクがゼロだった場合はライダーを当てていく確かこれライダーだよねなので見ていただいている方が攻撃側になるんであればその対応してない対応しきれてない、えー、と兵力でも集中してあの攻めるのが一番いいのかなと思いますなので先ほどみたいに、えー、とただ弓矢でねぴょん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 チミ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 やっていけばねそれなりにあのコツコツとは戦力は戦力っていうかね激破数はあの 稼げるということになります。なので、あと防御側は私みたいに、あの面倒くせいやっていう風にね。ログインしないでぼーっとしてるんではなくて、まあ、罠がなくなったら逐一補充するというのが防御側の対策かなって感じがします。はい、それではね。本日の動画、これで終わりにします。おやすみなさい。